平野の仕様、高級車でのドライブデートが話題。相手は女優丸〇との噂、贅沢なライフスタイルに迫る。こんにちは、皆さん。スマッシュ TV です。 元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が設立した新会社 2B に合流した元キング・プリンスの平野志洋さんが8月14日の午後の4時過ぎ、自身のインスタグラムで初の単独制配信を行いました。突然の配信にもかかわらず、約36万人が視聴し、同じくジャニーズから飛べに合流した元 V6 の三宅健さんもコメントで参加。 視聴者に教えられて、三宅さんの存在に気づいた平野さんは、ありがとうございます、んくんと挨拶しました。配信は自宅ではなく事務所から行われ、撮影している部屋の外から三宅さんに直接声をかけられ、平野さんが驚く場面もありました。その他、配信の終盤には平野さんのスマホが鳴り、俺の親友から電話が来たんだけど、 と驚きつつ生電話もしていました。具体的な内容は明かされませんでしたが、平野さんの言葉から電話の相手はストーンズの森本慎太郎さんではないかと推測する声が SNS 上で広がっています。盛り上がりを見せる中、配信を通じて彼の魅力に改めて注目が集まっています。特に、平野さんが着用していた高級腕時計にも注目が集まっています。 ネット上ではすぐに特定されたこの腕時計は超高級ジュエリーブランドが手掛けた水スス製で多くのダイヤモンドがちりばめられており現在の定価はなんと1000万円を超えると言われていますこの高額なアイテムに対する驚きの声が SNS 上で響いていますこうすぎてもうわけがわからんさすがスターだなこんなの買えち合うぐらい稼いでたんだねといったコメントが目立ちます さらに、平野さんのプライベートな一面も公開され、ファンを魅了しています。彼が身につけているファッションアイテムや愛用の車、そしてドライブデートについても取り上げられています。2016年頃には東京原宿で高級車に乗っている姿が目撃され、その後も高級車に乗る姿がファンの間で話題になっています。 一方で、過去には女優平雄奈さんとの関係も話題となりました。共演から交際の噂まで、彼らの関係はファンの関心を引きました。また、平野さんの引っ越し好きや自宅についての報道も話題となりました。平野耀さんの魅力は、その華やかなライフスタイルや高級アイテムへの愛だけでなく、素顔にも際立っています。 彼の SNS を通じて明かされるプライベートな一面や交友関係の広さなど彼の魅力は多岐にわたります。今後も彼の活動や私生活に注目が集まりそうです。読者への挨拶、平野志洋さんの最新情報についてお伝えしました。 彼の魅力溢れるライフスタイルやプライベートな一面を垣間見ることができ、ファンの皆さんにとっては楽しい情報となったことでしょう。今後も彼の活動に期待し応援していきましょう。編集部一同。